どうもみなさんこんにちは、茶番部の抹茶です、えー。今回はパラディンズ初心者完全ガイドということで、えっと、今始めたばっかりとか、まあ、ちょっとまだ始めてないけど、ちょっと気になってる、パラディンズが気になってるっていう初心者さん向けに、えっと、何も知らないところから、えー、最も基礎的な部分を、えー、最速で理解できるようにちょっとお伝えしていこうかなと、この動画を見るだけでわかるようになってもらおうかなと思っています。 で、えっとまあ、こういった動画って結構上調になりがちなので、優先度の高い、低いっていうのを設けてます。で、えーまあ、前半に優先度高いものやって後半に優先度低いものやるんですが、えー、優先度高いものは知らないと、まあ、基本的にはルールとか、ね、根幹のものなんですが、えー、知らないと楽しみづらいとか。で、逆に優先度が低いものは、まあ、知らないと損するっていうだけみたいな、そのぐらいの。 えっと、違いで紹介していこうかなと思います。なので、本当に始めたばっかりの人は優先度高いものは一旦すべて見ていただいて、なるほどなるほどと分かった状態でプレイしていただくのが一番いいかなと思います。で、まあ余裕があったり、あの欲しい情報が今目次出ていると思うんですが、欲しい情報が他にあったりすれば優先度低い方もちょっと見ていただければいいんじゃないかなって感じですね。はい。ということで、えー、早速やっていきましょう。 えー、じゃあ、一つ目ですね。ゲームモードの紹介になります。パラディンズのこの左上のメニュー、このプレイっていうところを押すと、まあ、こんな感じの画面になります。で、えっと、パラディンズには、まあ、いわゆる、えー、カジュアルと言われるものと、ランクと言われるものと、AI 戦と言われるものの3つあるんですね。で、この画面の上見えるかな上に書いてあるんですが、これ今、一番左にタブが行っていて、プレイ、クイックプレイって書いてありますので、ね、このクイックプレイっていうのが、いわゆるカジュアルというものです。 え、対人戦ですね。対人で、まあ、ランクとかはないっていうやつです。で、このタブを一つ右に動かすと、えー、こんな感じで、ランク戦になります。で、さらにもう一つ右に動かすと、トレーニング。で、最後一番右は、まあ、カスタムということで、まあ、これは、おののが好きに部屋建てて遊べるよ、みたいな感じですね。で、えっと、クイックプレイに関しては、えっと、まあ、対人戦ですね。他の人と、あの、全員、なんていう、プレイヤーが入って、 えー、戦うモードになってます。モードっていうのかなモードになっていて、ランク戦も対人戦ですね。全員5対5で遊ぶんですが、えー、全員人が入って戦うモード。これは、あのー、自分の戦績とか、あのー、勝敗、主に勝敗かな勝敗によって、えー、ランクが決まったり、ランク上がったり下がったりするっていうモードです。で、トレーニングは AI 戦ですと。まあ、主にこれは練習に使いましょうみたいな意味合いが強いですかね。で、あと、あの始めたばっかりで、えっと、右下にアカウントレベルがあるんですが、今957って書いてあるやつですね、僕は。 ここが、えっと、ゴレビになるまでは自動的に AI 戦になります。なんで、人とやりたいっつってえ、クイックプレイをやったとしても、えっと、AI 戦に流れ込みます。はい。で、えー、っと、そうやな。あと、あれか、トレーニングのところにちょっと特殊で、えっと、チュートリアルと射撃練習場っていうのがあります。まあ、チュートリアルはパラニーズを始めた時に多分最初にやっているものだと思いますね。あの、基本的な操作方法を教えてくれるよみたいなイメージです。 で、射撃練習場は、えまあ、その名の通り、えっ、ー、と、的があったり、敵チャンピオンがポンって置いてあったりして、えーまあ、自分で、こう、打ったりしながら、こう、練習していったりとか、あのスキル、こんなスキルなんだっていうのを確かめたりするのに使う場として用意されてます。はい、そのところかな。で、えっと、まあ、今のちょっと特殊なものを除くと、このクイックプレイもトレーニングも、主に3つのゲームモードがあります。ここの下のものですね。 えー、襲撃、シームデスマッチ、シージこの3つがメインになります。で、えっと、そうだな。よく自分が遊んでるのはシージなので、えっと、このシージだけ遊びたいっていう時は、このチェックボックスが、チェックが入ってますよね、下側に。これ押していくと、あのチェックを入れたり外したりできて、緑になってるものが、チェックが入っている。なので今、この状態だと、シージだけで、球を入れて、えーまあ、マッチングしたら絶対シージになるっていう感じですね。 で、逆に、えっと、襲撃とチームデスマッチにもチェック入れてあげれば、この3つのうちどれかでマッチングして、えー、戦うことになるっていう感じです。なんで、えっと、まあ、最初はなんかこのゲームモードを理解したいなって思ったら、多分1つに絞ってやった方がわかりやすいんじゃないかなと思います。多分いろんな、あの、ゲームモードでパラパラマッチングしてると、あれこのモードってどういう、どういうルールだっけっていうのがわかんなくなっちゃうので、えー、まあ、こういうふうに1個に絞って,やっていくのがいいんじゃないかなって感じですね。まあ、もっぱら僕は指示ばっかりですが、 はいでえっと、ちょっとやりながらルールを説明していきましょうかまず一番左の襲撃からちょっとやっていきましょう、はい、襲撃入れましたねじゃあちょっと適当にやっていきましょう、えっと、で襲撃モードなんですが、えっと、画面の上側ですねマッチ開始まで29あ19、18、17と今出てますがその上に400で勝利とありますよね。 これ400ポイントを先取することで勝利になります。で、その400で勝利の上に残り時間10分が書いてあって、え左右に青色のバーと赤色のバーがありますね、これが、えーまあ、自陣が青で敵陣が赤になっていて、えーまあ、自陣の青を400まで伸ばすことで、えー、勝利となります。 でこの400という数値を獲得する手段なんですがこのエリア内に入ることですね入ることでえポイント増えていきますあの自陣側のチームだけが入っている状態ですね今は、えっと、赤色のチームも入ってたので、えー、多分ポイントは伸びてなかったんじゃないかなと思います今自陣のチームだけなのでポイントがちょっとずつ上がってますよねこんな感じで,でえいることで自陣のチームがいることでも上がりますし今も赤チーム入ったんであの停滞してますね あのいることでも上がりますし、えー、の敵を倒すことでも上がります今味方が倒してましたが多分キルログが右上に出てますがこのキルログが流れたタイミングでポイント獲得できてるんじゃないかなと思いますなんで、えっと、このポイントを400まで稼ぐことで、えー、こっちのチームは勝ってるというわけですねで、えー、基本的にこういうキャプチャーが他にもあるんですがこのポイントにいることをキャプチャーっていうんですが、えー、っとキャプチャーの場面ですね 一、えっと、人でも味方の人がいれば大丈夫ですなので他の人別に外出てもいいし、えー、全員が中に入っている必要はありません逆に前線を上げてあげて敵,を敵がこのポイントを踏めないようにするっていうのも場合によっては、えー、有効ですねさあもう少し遅いですねこれ敵を倒すと10ポイント、まあ、キャプチャーにいるとまあ1秒で1ポイントずつぐらい上がってきますね今見てて思ったんです、ね はいということでこんな感じで400ポイント選出することで勝利できます逆に400ポイント相手に選出されると敗北になりますねこれが襲撃ですで次ですがえっとじゃあチームデスマッチの方お見せしていきましょうかねじゃあチームデスマッチやっていきますはいということで今回はチームデスマッチですねえー、っとまぁ、あ、やっていきましょう でチームデスマッチは、えっと、40で勝利と上側に書いてありますよねちょっと40体敵を倒すことで勝利します、まあ、別に倒さなくてもあの40人敵が死ねばいいですこことかだと落下で死んじゃう時もあるんですがその落下もデスにカウントされますねもう今敵3人なんか飛び降りで死んでるみたいですが、まあ、そんな感じで、えーまあ、40回先に死んだ方の負けっていうイメージの方がつきやすいんじゃないかなと思います はい、こんな感じで、40体キルすることで、まあ、勝利となります。はい。そんな感じで、チージムデイースのマッチはこんな感じでした。次、CG かな。じゃあ、CG モード選んでいきましょう。CG トレーニングですね。ということで、じゃあ、CG モードやっていきましょうか。で、えっと、CG モードは画面上部に書いてありますね。4分の0と、えー、まあ、互いの青、赤。<laughs> 両チームに、えー、ありますが、えっと、これ4点選手で勝利ということになります襲撃400ポイント、えー、チームデスマッチ40ポイントこの指示元では4ポイント選手になりますでこの1ポイントの、えっと、取得条件っていうのかな1ポイントもらえる条件があって、えっと、それが、えー、ちょうど今この奥に制圧って書いてありますよねこの制圧っていうところをキャプチャーして一定時間経つことで、えっとまあ、制圧完了するんですがその制圧完了した時点で1ポイント でその制圧が完了するとペイロードっていう荷車みたいなやつが出てくるんですがそれを敵陣まで運ぶと、えー、もう1ポイント獲得で逆に制圧された側はあの防衛側になるんですがそのペイロードを運んでくる相手を阻止することができれば1ポイント獲得できますじゃあやっていきましょうこの,このポイントですねこのポイント誰か1人が踏んでればいい感じです、まあ、別に最初に踏む必要はありませんがなんかどんどん減って死んでますが はい。で、今、相手が100%になったので、えー、相手が制圧し終えて、えー、っと、ペイロードが出現しました。で、今ちょうど赤色で出てますが、見えてないか。今ちょうど赤色で出てますが、これがペイロードです。この周りに、えっと、運んでる側のプレイヤーがいることで、えっと、荷車は進み、その周りに防衛側のプレイヤーがいると、荷車は止まります。で、周りの敵が、 押してる側のチームがいなくなるとちょっとずつこのペイロードは後退していきます後ろに進んでいきますで、えっと、時間制限が今残り5秒とあるんですが5秒過ぎた状態で周りに敵がいなかったら、えっと、こっちのチーム防衛側が、えー、2ポイント入るんですが今周りに敵が敵がっていうのが、えっと、なんだペイロードを押す側のプレイヤーがこの園内に入っていたのでえっと まだ試合は続きますね今敵を、えっと、この範囲外から飛ばして、えっと、一定時間経ったので、えー、防衛成功ということでこちらにも1ポイント入ってますなので、えっと、キャプチャー成功してペイロードが出現したので、えー、さっきは相手側が出現させたので相手側に1ポイントでこっちはそのペイロードを、えー、運び終えるのを阻止することができたので1ポイントで今ちょうど1対1となっている感じです 逆に、えっと、こっちが狙いたいのはこ、えー、と次、ペイロードを出現させて1ポイントもらって相手の陣地まで押し切ることでもう1ポイントもらいたいそれを狙ってますねはい、えっと今、自陣側が100%青チームがずっとポイントにいて1ポイント手に入ったのでえっと、なんだ 今2 1になってますねさっきの1対1から1ポイント手に入れて2対1になってしますとでこれを、えー、今からペイロードを押して、えー、運んでいきたいというのがこちらのチームの狙いですで、今こう味方がね、えー、と押してる側がこのペイロードの近くにいると前に進んでますよねこんな感じで前に押していきますでこれはもう自動的にコース勝手に辿ってくれるので、えーまあ、この近くにいればいいです で慣れてくるとこの進行方向も分かってくるので、えー、っとその先に向かってちょっとずつ、えー、押してあげるとペイロードがかなり押しやすくてい,いんじゃないかなと思いますちょっとこんな感じでペイロードは最後ここは最後なんですが運び終えると移送成功と出ますねでこれで味方、えー、1ポイント手に入れて今は3対1になったわけです1対1の状態から、えー、キャプチャー成功での1ポイント で、そこから運び終えての1ポイントで3対1となっています。で、最後、えっと、この3ポイントの状態から4ポイントまで、えー、なんでまあ、3の状態から勝つには、えっと、ペイロードを、ペイロードじゃない、キャプチャーをするしかないです。今までは、えっと、相手のペイロードを防衛することでポイントを得られてたんですが、3になってからはペイロードの防衛では手に入らなくてポイントは、えっと、運び、 運びじゃないな。えっと、制圧しきらないといけないです。キャプチャーし終えないといけないです。でこんな感じで、えっと、今、93%、96%、99%で100%になってえ、制圧完了で勝利になりますね。はい、こんな感じです、CG は。で、これはちょっと負け的な感じなんですが、えっと、試合の終了後、こんな感じのリザルト画面になります。 多分多くの人ここだけ見て終わっちゃう人が多いんですが、自分がどんくらい活躍できたかっていうのを数値で表してくれてます。えっと、一番右ですね、このタブの一番右のスコアボードっていうものを開くと、こんな感じで、各々どんな戦績だったか、獲得したクレジットとか、切、え、る、ー、です、アシストの数とか、えっと、連続切る回数はこれアシストも含めてですね、連続切るまたはアシストの回数。で、えー、目標タイムっていうのがキャプチャーポイントにいた時間です。 で、ダメージが自分がどんだけのダメージを出したか。シールド中っていうのは自分の出したシールドが、えっと、どれだけの弾ダメージを防いだか。で、回復中っていうのはどれだけ味方にヒーローしたかっていうのが、えー、こんな感じで、えー、表示されてます。で、下側のこの詳細切り替えっていうものを押すと、えー、各々ののビルドが見れます。ちょっとビルドに関しては後で言いますけどね。はい、こんな感じになってます。なんで、 まあ、あのこの中でね、あこの人うまかったなっていう人がいたら、その人のビルドをこう真似するとか、そういうこともできますね。はい。そんな感じです。じゃあ、えっと、ゲームモードについてもうちょっと話したいことがあるんですが、このプレイをした後のこの画面ですね。 えっと、このゲームは、えっと、接続先のサーバーを選ぶことができます。左下にこの地域っていうのがあるんですが、これがそのサーバー設定になりますね。今僕、東南アジアっていうところをメインにやってるんで、東南アジアにしてますが、まあ日本サーバー、ラテンアメリカ、ブラジル、オーストラリア、ヨーロッパ、北米と、まあ好きなものを選択してやるといいんですが、ちょっと今のね、2021年10月現在だと、あの日本サーバーはちょっとあの使い物にならない、めちゃくちゃカクカクしたり、ジャンプできないっていう状態になっているので、えー、僕は結構東南アジアをおすすめして、ずっとここでやって てます、ね、ここおすすすねおめですはいそのところかなはいマッチングするとこんな感じの画面になりますえっとチャンピオンビッグ画面ですねもしあのこのロールがりたいっていうのが決まってたこの全てっていうところからダメージとかフランクとかフロントにとかサポートとかこんな感じであの変えていくことでこのダメージの中から選べるよみたいに、えー、絞れること絞ることができます で、まあ基本的に多分すべてからやってもいいんですが、まあ、やりたいキャラクター、やってみたいキャラクターあったらポチって押すと、えっと、左上にね、えー、こんな感じで灰色のキャラクター画面が、キャラクター画面っていうのが、キャラクターの顔写真が出てくるかと思います。この状態仮ピックっていう状態で、えっと、この状態であれば他のチャンピオンにまだ変えられます。こんな感じで。で、えー、まあこの仮ピックの状態から確定ボタンですね。多分、あのー、パッドとかだと決定長押しみたいな感じかな。 するとこんな感じでまあ色がついてこの状態になるともう変えられません他のチャンピオンにって感じですねでえっと今やってるモードが分からないとかマップが分からないっていう人向けにえっと右下にガイドが出てます今 TDM って書いてありますよねこれがチームデスマッチで襲撃だったら多分襲撃とか書いてあるかな指示だったら、C、g って書いてあってその下にアビスってあるのがマップ名になりますなんでここでえっとまあ何をどこで どんなモードで、えー、マッチングしたのかっていう情報を知ることができます。で、えっと、先ほどちょっと早すぎて何も言えなかったんですが、チャンピオンを選んだ後にスキンとかの設定もできます。本当時間わずかですけどね。この下の画面で、えー、自分のスキン、見た目だけ変えたりとか、まあ、武器を、武器の見た目変えたりとか。 えー、エモートですね。えっと、まあ、プレイ中に、なんていうんでかね、特定の行動を取ることができるんですけど、別に、あの、試合が有利になるとかそういうわけじゃなく、えっと、おまき要素ですね。遊んだりする要素であるんですが、まあ、こういったものを設定できます。馬だったり、スプレーだったり、えー、デススタンプだったり、まあ、こういう設定が下側の画面でできるよっていう感じです。では次、えー、チャンピオンについてになります。 えっと、このパラリンズというゲームですね、まあえっと、この2021年10月現在で、す、え、で、ーまあ、に51チャンピオンかな、51チャンピオンぐらいいます。めちゃくちゃ多いです。で、えっと、このチャンピオンの中でも4種類に役割が分かれています。ダメージの役割、フランクの役割、えー、フロントラインの役割、えー、サポートの役割と、えー、この4種類があるわけなんですが、まあ、それぞれなんか期待される、えー、動きみたいなやつが一応あったりします。 で、ダメージが、えっと、まあ、特性として、結構通常攻撃がそれなりに強くて、えっと、中、長期的に見て、えー、長い目で見て高めの火力を出し続けることができるようなチャンピオンが多いです。で、基本的に敵の体力を削ることに長けてるかなといった感じです。なんで、敵の体力を削っていきましょうって感じでしょうか。はい。で、次、フランクですね。フランクのチャンピオンたちは、えっと、スキルをうまく使うことで、えっと、移動が、 すごい長距離の移動ができたりとか、えー、瞬間的に効果力を出したりできます。なんで、えっ、ー、と、先ほど言ったダメージが敵を削って、その削った敵を追いかけて起動したりとか、することに長けたりしています。で、次、フロントラインですね。フロントラインは、えっ、ー、と、シールドを持ってたり、ダメージ軽減のスキルを持ってたりします。えっ、ー、と、まあ、敵の場を荒らしたりとか、あの、自分が敵にある程度撃たれながらも生き残ることができる。 というチャンピオンたちですね。まあ、いわゆる硬いチャンピオンたちと言われるものです、まあ。大体ダメージとかフランクとかの2倍ぐらいに体力持ってるので、えーまあ、自分が動きをミスらなければ、まあまり、あまり死ぬことはないっていうのもあ,のあれですが、まあ、他のチャンピオンに比べて同じ動きをしていたら、えー、死ににくいチャンピオンたちになります。はい、で、次、サポートですね、まあ。サポートっていうのはちょっと名ばかりなんですが、ビルド次第で、えっと、ヒーラーにも、えー、ダメージにもなります。 で、ヒーラーの場合は基本的に、えっと、味方への回復と、えー、敵への状態異常付与に長けているので、まあ、それが、えー、役割になるんじゃないかな、といったところです。で、えっと、次に、ビルドに関してなんですが、どうしようかな。ちょっと射撃練習場入ってみましょうかね。ここで、ビルドの説明していこうかなと思います。はい、ということで、えっと、大体、 試合が開始するとこんな感じの画面になります。最初タレントを選択っていうのが出て、えーまあ、ビルドはタレント、ロードアウト、アイテムの3つの観点で、えー、ビルドしていくことができますね。全部あの試合中に選択していって、基本的に試合開始した後は、えー、変更できません、はい。試合開始前だったら、えー、変更できますね。ちょっと特定のボタンを押すことでって感じですが。はい、でただアイテムは、えっと、なんだ、アイテムを買って、 その画面を閉じちゃうと、あの、もう、売ったり変更したりはできなくなるので、そこだけ注意です。はい。で、えっと、タレントの方から行きましょう。え、チャンピオンの固有の、なんて言うんでしょうね。えっと、どの方向性に、どのスキルを伸ばしますかみたいなイメージです。3つのうち1つを選んでいきます。で、タレント、最初本当始めたばっかりだと、レベル0、チャンピオンレベルっていうのが、それぞれチャンピオンごとに設定されていて、まあ、プレイすることでどんどんレベルは上がっていくんですが、えー、それが、 0だと、えー、1個しかチャンピオンを選択できません。基本的に0で1つ、2で、えー、2つ、8まで伸ばすことで3つのタレントから1つを選ぶことができるようになります。まあ、なので基本的にチャンピオンを、えー、使えるようになりたいなって思った時は8レベルまでとりあえず伸ばしとけば全部のタレントが使えるので、えー、まあ割りかし自由にビルドできるよって感じですね。それ以外の制限はないかな。で、えっと、まあタレントを選んで、 選ぶと、その次、ロードアウトを選択できます。で、ロードアウトはこんな感じで、5件6つかな。ちょっと1つチャンピオンページでロードアウトを作成しましょうってありますが、えー、最大6つのうちから1つを選択できます。で、これ基本的に自分で設定しておかないといけないんですが、何も設定してないと、初期ロードアウトっていうのは3つ、えー、こんな感じで、えー、3つかな。まあ、これ初期ではないんですが、初期ロードアウトがこの位置に3つ、えー、存在しているので、まあ、そこから選んでいくのがいいんじゃないかなと思います。 で、多分ここのね、表記が日本語になってるか英語になってるか分かりませんが、ここのタレント名と同じようなものを選ぶのがベタかな。初期,たあの初期ロードアウトだと。ベタかなと思います。はい。で、ちょっとこのロードアウトに関しては、ちょっと講述します。はい。で、まぁ、あ、とりあえずロードアウトを選んで、えー、次、アイテムですね。えっと、今、画面の下側にね、スキルバーがあって、その上にちょっとボタン、アイア、イテムを購入とあります。まあ、そのボタンの、 ボ,ボタンのボタン、アイテムのボタンを押してもらうと、こんな感じでアイテムショップっていうのを開きます。で、多分始めたばっかりだと、ここは灰色にちょっとグレーバックされていて、右側にあの自動購入中みたいな、あの子供タンを押すと自動購入をオフにするみたいなえ画面になってるかなと思いますが、えー、まあ自分でビルドを決めたい人はえ自動購入をオフに。 設定することをお勧めしますと、まあそうしないと自分でアイテムは買えなくなっちゃうのであの機械的にねポンポンポンってアイテム買われちゃうので、えー、自分で決めて買いたい人はオフにして買っていくことがお勧めされますねまあ基本的にそうする人が多いかなただアイテム買わないとただの損なので、えー、まあアイテム選ぶ時間がないとか時間がないっていうのもあるか選ぶ知識がないとかどう選んでいいのかわからないとかアイテム買い忘れちゃうって人は、まあ、自動購入オンにしておくのも別にいいんじゃないかなと思います でえーまあ、なんで、ここからは自動購入をオフにしている人向けの説明になるんですが、えー、アイテム、えー、この青アイテム、黄色アイテム、緑アイテム、赤アイテムとあります。まあ、青が自分をなんて言うんですよね、まあ、防衛って書いてあるんで、硬、まあ、くしたりとか、えーっと、自分が動きやすくなるのかな、イメージ的には。とか、えー、ユーティリティとかは、えーっと、自分がいっぱいスキルを回せるようになったりとか。 自分がいろいろ行動を出やすきやすくする。行動を増やすもの。で、回復は自分への回復量を増やすもの。攻撃が自分の攻撃に、えー、特殊効果を付与させたりとか、えーまあ、攻撃をする機会を増やしたりするようなアイテムたちになります。まあ、ここで特にあの詳しく説明はしていきませんが、えっと、アイテムは、えっと、4つ買うことができます。まあ、例えばこんな感じで、1234みたいな。これは別にあの同じ 色じゃなくてもこんな感じでもいいし別にビンゴみたいにする必要もないんですがこんな感じでも買えます、まあ、自由に買える変えますねでこのアイテムごとにティアっていうのがあります今これアイテムごとにあのお金がかかる金額が違うんですねあのプレイ中にゲーム内でゲーム内1マッチ中に稼ぐクレジットっていう通貨を使って、えー、アイテムを買っていくんですが、えー、例えばこの右下の照射っていうアイテムだと最初に250ですよねこれを1つ買うことで、えー、ティア1 の効果を得ることができます。一番上のこの効果。で、次500クレジットを払って、ティア2のものを買うと、このティア2の効果を得ることができます。で、最後3まであるんですが、この750、最初の250の3倍ですね、のお金を払うことで、この3つ目の、えー、効果を得ることができるよっていう感じになってます。なので、これは重ねれば重ねるほど強くなるので、基本的にはかあのどんどん上を目指していくのがいいかなと思います。 なんかアイテムを散らして買ったりするよりも、えっと、一つのアイテムをこうトントントンと重ねていくのが結構強い買い方かなといったところでしょうか。で、個人的にお勧めしてるのは、この照射、えっと、使い方によって変わるんですが、チャンピオンによってもベストなものをも,もちろん違うんですが、まあ、基本的にこれ買っておけば問題ないなっていうのが、えっと、ヒーラーをしない人、ヒールしない人ですね。 は、えー、消と安息の地この2つ買っておけば大体問題ないです。まあ、あとはちょっとチャンピオンによって変わってくるので何とも言えませんがこの2つ買っておくのがベターですね。この2つ3まで目指そうぜみたいな感じでやれるといいんじゃないでしょうか。で、ヒーラーの人はこれもちょっとチャンピオンによって違うので絶対これっていうのはないんですがえっとクロノスかクロノスクと指ブーストと瞬足暗息の地この辺りがおすすめですね。 まあこれをピック、あのー、買うチャンピオンが多いんじゃないかなと思います。まあ、全員ではないんですが。そのところかな、アイテムは。はい。では、えっと、ちょっとチャンピオンの設定的なものを見ていきましょうか。あの、事前に準備できるものをですね。ロードアウトとかの説明していこうかなと思います。えっと、<In S 1> こんな感じでチャンピオンの、<For freedom. S 1> なんだ、このチャンピオンの一覧から、このチャンピオンの設定をしたいよっていう風にキャラを選ぶとこんな感じの画面になります。 左側に、えっと、スキルの説明ありますね。タレントの説明と、この詳細ってところを押すと、スキルの説明が、えー、より詳しく書いてあります。なんで、ちょっとまだ使ったことないチャンピオンを使うときは、こういうところを見るといいかもしれません。で、えっと、ロードアウトですが、この上側にね、いくつかタブがあるんですが、右から2つ目のタブ、ロードアウトってやつを選ぶとこんな感じの画面になります。で、えっと、まあ、自分でね、えっと、アイテム、アイテムじゃない、えっと、ロードアウトも自分でビルドを決められます。 さっき一番左にあったこのアビリティのとこにあったこのスキルを、えー、スキルとか自分の体力とかをこう増やしたり減らしたり、減らしたりはできないか、増やしたりすることができます。まあどう、どう伸ばしていきますかみたいな、どう能力を伸ばしていきますかみたいなのを、このロードアウトで決めることができます。なんで体力めっちゃ増やしたいっていう人だったら、えー、まあカードの最大 HP を増加させるものを増やしたりとか、できますし、えー、なんだ、そうだな回復力が欲しいとかだったら、 こうやって、このアースンガードっていうのは、なんだ、自分の耐久力をアップさせるようなスキルなんですが、そういったものを使っているときの、毎秒 HP140 回復を入れたりとか、5秒間かな、発動するから 900HP 回復しますね。とか、いう感じで、えー、いろいろ、あ,あの、選べて、選んでいけます。で、えっと、今こんな感じで5個スロットがあるので、まあ、適当でいいんですが、えー、5個ね、えー、っと、カードを選んでもらって、まあ、実際選ぶときは適当じゃいけないんですが、えっと、自分のお気に入りのものを、 これいいなって思ったものを5個選んでもらって、えっと、数字を増減させられます。このプラスとマイナスで。各カードにつき、最低1、最高5まで、えー、数値を伸ばすことができて、えっと、このデッキって言ってんのかなこのロードアウトの中で合計15ですね。ここに右下に書いてありますが、合計15になるように、えっと、数値を割り振ってあげることで、えー、ロードアウトを作ることができます。で、ここまでできたら、えー、これでよしと。もう15ポイントだし、5枚も設定したし、よし。 となったら、えー、保存して終了とやることで、えー、ここにね、えっと、自分の作ったロードアウトが保存されて、実際マッチ中にタレントを選んだ後、ロードアウトを選ぶ画面になったら、そのロードアウトを選ぶことができるよっていう感じです。はい。で、えーま、ここからちょっと優先度、低の情報になっていくんですが、まだチャンピオン設定いくつか他にも項目があって、えっと、スキンを選ぶことができます。パラリンズっていうゲームは、えっと、 スキンとか、まあ、課金要素はあるんですが、それによって、えーえー、とキャラが強くなることはありません。ですが、まあ、ちょっとお楽しみ要素としてスキンっていう概念があります。例えばこのイナラだと、えー、デフォルトはこんな見た目してるんですよね。普通に最初購入した状態だとこの見た目で、えー、といろんなスキンを持ってると、こんな感じで、えー、と見た目を変えることができます。あと音が変わったりもするかな。っていう感じですね。まあ、そういったのをここで設定できます。 この見た目の、キャラクターの見た目のス,、えー、とスキンを変えることもできますし、武器のスキンのタブを選べば、こんな感じで武器だけ、この持ってる槍ですね。持ってる槍だけこんな感じで変えることもできます。とか、えっと、試合中にできるエモートですね。えっと、まあ、別にプレイを特に有利にするわけではないんですが、ちょっとお遊び要素として、えー、まあ、 敵を待ってる間とかにね、味方内で遊んだりするときに、こういったものをや使ったりする人もいるんですが、まあ、こんな感じで、えーとまあ、それぞれキャラクターの元に応じた動きをしてくれますね。こんな感じで。っていうのがあったりします。MVP ポーズはあれだね、あの試合終わった後の画面でキャラクターがポーズを取ってるんですが、そのポーズを、えー、ここで設定しておけば、えー、変えられる、変えることができます。デフォルトだとこんな感じ。じゃあ次、えっ、ー、と、フレンド機能になります。 まあここちょっとよく聞かれるんで、ここから先は。結構よく聞かれるので、今回え紹介していきたいと思ってますが、えっと、あれですね、フレンドの登録方法から説明していこうかなと思います。基本的にフレンドの画面っていうのは、えっと、2つかなあって、フレンドはここか。えっと、右上にバッテン、歯車、なんだこれ、フレンドマークみたいなやつあるんですが、1マークが、これが、この1マークがフレンドの画面ですね。で、まあ、飛ぼうと思えば、右下の この自分のアカウント情報の左にあるこのなんか人が3人並んでるよみたいなマーク。こっからも行けます。まあ、どっちから行ってもいいですね。人、右上のこの1マークから飛ぶとこんな画面。自分のフレンドリストの画面になります。で、右下のこの、なんだ、人が3人いるよう画面だと自分の今のパーティー画面になりますね。今の、なんて言うんでしょうね。一緒にいる人画面。僕今一人ぼっちなんで、こんな感じで自分しか名前ありませんが。っていう画面になります。 まあどっちもタブで行き来できるので、今のフレンド画面とパーティー画面は行き来できるので、どっちから入っても大丈夫です。で、基本的に、えっと、フレンド登録をするとき、自分と遊ぶ人がね、この人と遊ぶよっていう人がいて、フレンド登録をしたい場合は、えっと、この画面からすることができます。で、パラリンズは、えっと、まあ i n t e n d o Switch、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox、で、パソコンですね。この5端末。 で、えっと、まあ、パソコンも実は s t e a m 版と EpicGames 版っていう2つあるんですが、まあ、その、すべてから、すべての人と一緒に遊ぶことができます。ランクマッチはあの操作方法によって違うんですが、キーボードマウスのサーバーと、えっと、パッド、コントローラーを使うものと分かれているんですが、えっと、まあ、そんな感じで、えっと、カジュアルとか AI 戦とかカスタムに関しては、えー、クロスプレイが 適用されているので、設定でオンオフでできますが、適用されているので、そういった人たち、いろんな端末の人たちと一緒に遊ぶことができます。で、フレンドを登録したい時はえっときは、ここですね、このプレイヤー検索ってとこに、そのフレンドの名前、この右下にあるね、この名前が自分の名前なんですが、そのフレンドのね人の名前を教えてもらって、ここのプレイヤー検索に入力します。ちょっと、えーと、でもしておきましょうか。 で、えっ、ー、と、このプラスボタンを押すと、多分、あの、スイッチとか、プレイステーション4とか、この左下とかに、ね、メニューが出てると思う、多分。いやそのボタンの案内に従って、えー、やっていただくと、こんな感じで、えっ、ー、と、その、aaa ぇっていうが、入力した文字に適用する人たちがバーっと一覧で出ます。まあ、なんでこう、結構ありふれた名前を使っちゃうと、ここでヒットしづらいですね。で、 えっとまあ、この状態であ見つけたと、この A さんだっていうのが分かったら、これをポチって押していただければ、その人にフレンドリクエストが飛びます。で、同じ名前で、同じ名前の人と当たる時があって、そういった時に見分ける方法としては、設定していれば、このプロフィールの左にあるこのアバターですね。味方のこの一緒にフレンドになりたい人のアバターを教えてもらって、検索したときに、この左側に出てくるんで、あ このアバターでこの名前がこの人なんだなっていうのがわかるんで、それであのフレンドを追加するといいんじゃないかなと思います。まあ、同じ名前の人が同じアバター使ってたらもうおしまいです。もう全員に出すか、まあ、ワンチャンにかけるかって感じになりそうですかね。はい。で、えっと、フレンドリクエストを受けると、この右上のね、このフレンドマークのとこに、あのこの赤い置みたいなやつがつきます、ここに。なんか通知来ているよみたいな。 で、このフレンドリクエストが来てると、ころの一番上にね、えっと、どんな感じだったかななんかフ、フレンド申請だったか、フレンドリクエストだったかっていうのが画面に出てきて、ここに出てくるんですけど、その人の、えー、その人を選択した状態で、えー、ここのメニューに、フレンドに追加だったかなフレンドを承認だったかなそのような、えー、とボタンがあるので、それを押していただければフレンドになれます。 まあそうなると,、えー、と、自分のこのフレンドリストにね、自分と相手のフレンドリストにそれぞれの名前が、えー、ここに入っていきます。で、次、えー、と一緒に遊びたいときですが、えーと、フレンドになっている人と遊びたいときは、このフレンドパーティーに追加っていうところからその人の名前を選んで押してあげると、えー、パーティーに呼ぶことができます。 で、これを押すと、受け取った側は、なんか真ん中に、ウィンドウみたいなやつが出てきて、新しいね。そこに、えっと、承諾、拒否みたいなメニューかながあるので、そこで承諾っていうのを押すと、えっと、その、招待してくれた人のところのパーティーに入ることができます。で、別に、今は別にフレンドに並んでもいいけど、今だけ遊びたいんだよっていう人がいれば、えっと、さっきフレンドを追加の時と一緒で、このパーティー画面のこの名前で招待するっていうところに、名前を打ってあげて、えー、っと、プチ、プラスを押してもらって、 えっと、ここからね、えー、選んであげれば、その人に招待を送れます。まあ、ただ、これはログインしないとここに候補出てこないので、えー、その人がちゃんとゲーム起動していることを確認した上でやりましょう。で、えっと、一応、フレンドと、フレンドとで,である必要はないんですが、えっと、パーティーを組む利点がありまして、えっと、パーティーを組むことで、パーティーブーストっていうのが有効に、勝手に有効になって、えっと、手に入るゴールドと、経験値が ちょっと多くなります。何パーセント %?10% とかだったかな多くなります。なんで1万ゴールドもらったときは1万1000ゴールドもらえるみたいなイメージでしょうか。で、これ人数によって変わるかどうかはちょっと覚えてないので、まあ、とりあえず誰かと一緒にやれば、ちょっと多めにゴールドとかあの経験値もらえるよっていう、えー、印象でいただければいいかなと思います。はい。で次、次、えー、ゲーム内追加についてですね。まあ、主に入手方法と使い道について軽くお話ししようかなと思ってます。 えー、右下のアカウント情報のところに、えー、なんだ、3つ通貨があるんですね。一番左の青いやつが、えーまあ、パラディンズのマークなんですが、これ、えー、クリスタルという概念ですと。で、次の黄色いコインみたいなやつがゴールド。えー、3番目の、えー、なんだ、これ、骸骨みたいなやつがバウンティーコインというものになってます。で、まあ、それぞれちょっと詳しみに話していくと、一番左が、いわゆる課金紙ってやつですね。 でちょっと条件によるんですが、レルムのトライアルっていうのをちょっと後で説明しますが、レルムのトライアルっていうのをクリアすることで、えー、無料でもらえたりもします。で、えっと、基本的にこの使い道は、えっとまあ、優勝意志ってやつなんで、これでもチャンピオンアンロックできるんですよ、一応。ちょっと今僕、全部チャンピオンアンロックしてるかできないんですが、えっと、チャンピオンのアンロックもできますが、えっと、基本的にチャンピオンのアンロックはゴールドを使ってすることをお勧めしているので、 えっと、このクリスタルを使用するときは、イベントパスの購入ですね。このイベントパスの購入か、あ、ここからだと見えないんだけど、僕購入してあるから、イベントパスの購入か、えっと、ストアっていうところから、このチェストとギフトです,ギフトですね。このチェストを購入することでスキンが出るんですよ。こういう感じの新しいスキンがね、手に入ったりするので、えっと、 まあ、スキンが欲しい人はこういうのに使うのがいいんじゃないかなと思います次、えー、ゴールドですねゴールドはゲームをプレイすることで手に入ります、まあ、先ほど紹介した襲撃、チームデスマッチ、えっ、ー、とー、シージで、まあ、ランクマッチとかカスタムゲーム以外のね、えー、モードをプレイすることで、えー、とゴールドはもらえますで まず使い道としてはチャンピオンのアンロックですね。最初多分この1列もないぐらいかな。5, 5体ぐらいかなしか解放されてないかなと思いますので、えーとまあ、まずは多分全チャンピオンを解放していくのが目的になるんじゃないかなと思います。まあ、そのチャンピオン解放に結構ゴールドは必要になるので、それに使っていくのがまあベストかなといったところでしょうかね。で、えー、それでも余ったと。まだゴールド余ってるぞという時は、えー、とチャンピオンのこのスキンのところ行くと、 えっと、色違いスキンみたいなやつがあるんですよ。これだと親方とかだったかなこの親方とか。通常のスキンから、ちょっとだけ色が変わってるよってだけのスキンがあるんですが、これがね、ゴールドで確か解放できたので、えー、とか、黒曜石バリックとかね、黒曜石のスキンとか、こういう感じのスキンがあるんですが、こういったスキンが、えっと、ゴールドに、ゴールドで解放できるので、まあ、こういうスキンが欲しい人は、ゴールドを使って解放していくのがいいんじゃないかなと思います。 で、最後、えー、バウンティーコインですね。これはちょっと要アカウント連携なので、ちょっとアカウント連携の仕方とか何をすればっていうのはちょっとここでは話しませんが、こんな、こ,あのこんな内容だよっていうのをちょっとさらっと言っていきます。えっと、レルムトライアルのミッションのクリアとか、ツ、えー、イッチドロップスっていうもの、ツ、えー、イッチをアカウント連携した状態でツイッチの、なんだ、えっ、ー、と、パラディンズの配信を見ることでもらえます。で、バウンティーコインを貯めていいことが一つだけあって、それはこの、 左から4番目。ごめんなさい。えっと、ストアの、えっと、右から2個目のタブ、左から4番目のタブに、検証金っていうのがあるんですね。この検証金っていうタブの、えー、にあるこのスキンを買うことができます。これ、ちょっと3日に1回かな。あの、それぞれ変わっていくんで、あの、欲しいスキンがその瞬間にあるかどうかはわかりませんが、えー、っと、まあ、このスキンを、えー、バウンティーコインで買うことができます。で、バウンティーコインは、あの、お金かけずに、 手に入れることができるので、えっと、無課金でずっと続けてる人とかだと、で、スキン欲しいよって人とかだと、クリスタルはそんなにたまらないので、このバウンティーコインを使って解放していくのが、まあ、ベタかなと思います。まあ、ちょっと他にも使い道あるんですが、若干難しそうだったので、ちょっとここでは割愛します。で、えっと、チャンピオンの解放の話をさっきしてたと思うんですが、ちょっとそこで一つおまけ的なやつをお話ししていきます。えっと、チャンピオンの 左下に自分が解放してあるよっていうこんな感じの解放してないと灰色かなグレーアウトされたチャンピオンの顔とかが出てるんですが、えー、色づいてるチャンピオンの顔の中に左下にねこんな感じでなんだろう黄色の右回りの矢印みたいなマークがあるやつがあるものがあるかと思います で、このチャンピオンは多分みんな使えるようになってるんですが、これは期間限定で、1週間かな ?1 週間限定で使えるよっていうものになっていて、アンロックしていない人、解放してない人でも使えるようになります。なんで、えっと、ちょっと最初分かりづらかったとは思うんですが、えっと、まあ、 始めたばっかりでねあ、このチャンピオン持ってるんだって思って使ってても、1週間後にはあの使えなくなってるみたいなこともあったりするので、ちょっとそこはお気をつけください。チャンピオンアナンックスしないとえ自分のものにはなりません。初期から解放されてるのは5体かな確か。5体のチャンピオンだったと思うので、えっとまあ、そのチャンピオン以外は、レックス、キャシー、ビクター、えー、ラッカスとジェノスかなその5体以外は、えっと、自分でゴールドを使って 買うかまあ、クリスタルを使って買うか、他のね、DLC を買うことで、買って解放していくしかないかなと思いますので、えっ、ー、と、まあ、そうでなくて使えるチャンピオンがいたら、あ、これは期間限定なんだなと思っていただければいいかと思います。はい、じゃあ、それでは最後ですね、イベントパスとレルムのトライアルについてちょっとお話ししていこうと思います。プレイチャンピオンの下に、イベントパスとレルムのトライアルとあります。ちょっとここ、わかりづらいところも一つちょっとあると思うので、紹介していこうかなと思います。 えっと、イベントパスはこんな感じで押すとこんな感じの画面になります。まあ、よくエイペックスとかでいうバトルパスとかなのかなになります。その感じです。プレイすることで、えっと、レベルがどんどんこのバトルパスレベルみたいなイベントパスレベルっていうのが上がっていって、その上がった量に応じて、それぞれ上がるたびに報酬がもらえるよっていうものですね。で、基本的にはクリスタルを使って、優勝意志であるクリスタルを使って、えー、このイベントパスを買って、 売っているる人ががももらえるものなんですが、えっと、一部ねこれは、えっと、課金してなくてもっていうのかなそのイベントパスを買ってなくてもこのレベルに到達すればもらえます。なんで今僕イベントパスレベル23までいってるのでもしこれにバトルパイベントパスを買ってなかったとしてもこの5万ゴールドとこのニンニク嫌いっていうタイトルと、えー、バウンティーコインですね。懸賞金コイン700と えー、この甘さ爆発っていうスプレーと、検、え、証、ー、金コイン900と、えー、キャラクターのね、このスキンと、ま、いっぱいあるな、えっと、アバターっていうのがこの右下のこの、なんだ、アイコンみたいなやつですね。アバターと、検、ま、証、あ、金コイン1200が、えーもらい、追加でもらえてるよっていう感じです。まあ、解禁してれば、他のね、この間にあるクリスタルだったり、こういうデスカードだったりっていうのももらえたりします。 が、まあ、課金しなくてもらえるよっていうことです。言いたかったのは。はい。そんな感じですね。で、次、えっ、ー、と、レルムのトライアルになります。こちらが、えっ、ー、と、ミッションみたいなイメージですね。えっ、ー、と、ワンシーズンにわたって、えー、遊べるミッションというイメージでしょうか。まあ、これ各ね、パラディンズの地方みたいなやつが、えっ、ー、と、一週間ごとにどんどんアンロックされていきます。来週さ、再来週、その次の週、その次の週みたいな感じでね。 で、その各地方の中に、えっと、3つマップがあります。これ実在する、パラリンズ内で実在するマップの名前なんですが、ブライトマーシュ・サマーコート・ザ・バローズっていうのは、えー、実在するマップなんですが、一部実在しないかもしれませんが、えっと、ここのね、縦軸が対応してます。例えばこのザ・バローズっていうやつを、えー、クリアすることで、おっと、下のこのイベントパスチームブースターってやつが5個もらえるよとか、 サマーコートをクリアすると50クリスタルもらえるよみたいな感じになってます。で、これをクリアする条件っていうのが、えっと、まず、なんだ、これ右下にチケ,チケットがあるんですが、ゼロって今ありますけどね。僕今使っちゃってるのはゼロなんですが、えっと、このチケットを使って、まずアンロックします。アンロックするとここの鍵が外れて、そこからミッションスタートです。で、ここに書かれているミッション内容をクリアすることで、ここの数値が増えていって、 えっと、まあ例えばこれだと10回使用するってやるので、これ10回使用すると、これが満タンになって、ここにチェックが入ります。そのチェックをすべて、この書いてあるミッションすべてクリアすることで、マップクリアとなって、この下の報酬がもらえるようになります。で、このミッションすべてクリアしたタイミングで、えっ、ー、と、ちょっとここわかりにくいかもしれませんが、このミッション、えー、マップを解放するために使うこのチケットが1枚返ってきます。なんで、解放してすべてクリアし続ければ、えっ、ー、と、 全部のマップ、全部のミッションをに挑戦して全ての報酬を受け取ることができるというわけですね。なんで、まあ、ちょっと序盤はね、キャラクターによって、キャラ、このキャラを使ってっていうミッションもあるので、ちょっとミッションの内容を吟味してもらって、あ、これなら今できるな、このチャンピオン持ってるからできるなとか、今度ちょっとこのチャンピオン興味あって解放したいと思ってるから、これ解放しようみたいな、このミッション解放しようみたいな感じでやっていくのがいいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じかな。 はい、ということでね、えっと、パラディンズ。まあ、これでちょっとおしまいなんですが、パラディンズはね、本当に分かればわかるほど面白いゲームになってます。まあ、そのまま普通にただ遊ぶだけでも全然面白いとは思うんですが、最初やっぱり訳を分からずに殺されるみたいなことがあると思うんですよね。ま、あそういったのがね、わかればわかるほど、なんでやられてしまったのかっていうのも自分で原因がわかるようになってくるので、えー、結構ね、面白いゲームです。 まあ、ある種中毒性のあるゲームといっても差し支えがないかなと思いますので、えー、ぜひたくさんやって楽しんでいただければと思います。なだとんだで僕もこのゲーム3000時間ちょっとやってるので、えーまあ、それなりにハマっている、ってか何なり一番ハマっているゲームになってますね。はい、で、えっと、パラディンズをね、今回紹介した以外にもね、細かい情報とか、小ネタだったりもたくさんあったりするんですが、 えっと、それは、この自分のね、僕が YouTube に上げている動画にね、このチャンネル内にたくさんあるので、えー、再生リストから、まあ、飛んで探していただけるのが、ただ探していただけるといいんじゃないかなと思います。はい。ということで、えー、今回はちょっと長くなってしまったと思いますが、パラニンズ初心者完全ガイドということで、えー、パラニンズが、えー、初心者さんに向けて、えーど、何をすればいいのかっていうよりかは、まあ、これはどういうふうにすればこれをやれるのかみたいなところを、えー、紹介していきました。 いかがでしたでしょうか、えー、それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではでは。